ソゴー広島店。ソゴー広島店は、広島県広島市中区元町、上谷町地区にある百貨店。セブンアイホールディングス傘下の株式会社、ソゴー、西部が運営する百貨店、ブランド、ソゴー店舗の一つ。旧ソゴーグループの経営破綻前の名残から、広島ソゴーと呼ばれることも多い。戦前より店舗を構えている服屋八丁堀本店と並び、 広島を代表する百貨店の一つとして知られる。広島センタービル、広島バスセンターに本館、建物は一部を除き総合所有。土地はバスセンターの土地を総合が、賃借が NTT クレド、元町ビル、元町クレドに新館、テナントとして外する。本館は広島市の中心部、上谷町交差点の角に立地しており、 神谷町地区のランドマークの一つとなっている。1960年代まで地平施設だった広島バスセンターが1965年昭和40年頃より土地の有効活用による時代の負担軽減などを目的に百貨店の誘致などビルの建設について検討を開始した。その提案について大丸と蘇母が出店を申し込んだ。ただ、 大丸側は当初計画されていた1階にバス施設を配置することで百貨店のアプローチが悪いことより早期に辞退。当初計画案で了承した蘇合側と1969年昭和44年10月16日に出店に関する覚書を締結した。その後何度か建物は計画変更され百七十二年昭和十七年四月十八日に 建物の構造や所有権などに関する第二次覚書を締結。ビル内にバスセンターを設けた商業ビル。広島センタービルが1973年、昭和48年3月24日に建設着工された詳細は、広島バスセンター参照。1974年、昭和49年10月10日、広島センター街、現、アクア。 広島センター街と同時に、広島総合が開店した。広島市内では、前年の1973年、昭和48年に開店した三越広島店に、次、全国区の百貨店の出店である。開店当時の総合部分の店舗面積は9768メートルで、地下1階から6階までを店舗として使っていた。その頃は七階、九階は展示スペース、八階は、 中国新聞社のカルチャー教室などが置かれていた。1975年、昭和50年6月1日に2万1268メートルになり、店舗スペースが拡大した。同日に、福屋本店、天満屋広島店、三越広島店が店舗拡大を行っており、同月21日には、ハイライフプラザ第一産業本店、現、エディオン、 広島本店本館が開店している。その後、地下2階の使用、新館開店などで、現在の店舗面積は57,839メートルになっており、広島県はもとより中国地方、四国地方で最大規模の百貨店である。新館は本館と隣接して1994年、平成6年4月22日に開店した。 NTT 西日本中国支社の跡地に建設された元町クレド、NTT クレド、元町ビル商業棟の1階から9階に入居している。元町クレドには他にパセーラ、ショッピングモールとリーガロイヤルホテル広島がある。本館と新館との連絡は1.36階で、アクア、広島センター街を通過する形で行われている。新館とパセーラとの連絡は、 各会で行われている。当初の運営会社は、本館が株式会社広島総合新館が株式会社広島総合新館、広志の字が旧事態であったが、2002年、平成14年に民事再生法の手続き及び総合各店舗の統合で本館、館ともに株式会社、総合の運営になり、店名も広島総合広島総合新館から、 ソゴー広島店の本館、新館に改称された。2009年8月のソゴー、西部百貨店、持ち株会社ミレニアムリテイリングの統合で、株式会社、ソゴー、西部の運営となった。浅南区八木のソゴー八木店、サンホームズは閉店した。なお、2000年、平成12年に、ソゴー本体を含めたグループ各社が、民事再生法の適用を申請した際に、 クレソ号、広島県クレ市と広島ソ号新館が破産を免れたのは両者が広島ソ号と資本的つながりが深かったため、クレソ号の建物が広島ソ号の持ち物であった、など、で、クレソ号は売り上げが最下位に近かったが破産を免れた。その後、クレ店は2008年、平成20年に広島店と外商、企画部門などを統合して、 広島店の文館扱いとなり、2013年、平成25年1月31日に閉店している。神谷町交差点に立地していることや、神谷町が繁華街として、交差点付近の地域を指すこともあり、神谷町祖号という表記も古くから見られた。青い部分が祖合のフロアである。広島センタービルの大半、地下2階、地上10階からなる、地下3階があるが、 オフィススペースであり売り場ではない。ただし、3階は全フロアが広島バスセンターとなっており、祖号の売り場はない。1階から9階は、アクア、広島センター街と直結、一体化している。地下1階には、神谷庁舎レオ連絡通路、アストラムライン県庁前駅連絡通路が設けられている。また、3階には、メルパルク広島と連絡通路にて直結している。 地下1階が大食品館、エブリデイ、地下2階が4つおかず市場、10階がレストラン街となっている。屋上には広島市内で唯一の屋上遊園地が存在している。各フロアの詳細は公式サイト内本館、フロアガイドを参照のこと、NTT クレド元町ビル商業旨の地下1階、地上11階からなる。ただし、10階は 中国新聞文化センター、チューピーカレッジ、11階は NTT クレドホールとなっており、祖合の売り場はない。隣接して宿泊棟、リーガロイヤルホテル広島が並ぶ。医療、婦人服、紳士服関係のフロアが多く展開され、小物やインテリアを多く揃える本館との住み分けがなされている。8階にはロフトが1フロア全体に入居するほか、 9階には2007年、平成19年7月12日オープンの、ソゴインテリアスタジオが展開されている。同年2月25日までは、ベスト電機が入居していたが、現在同フロアには、エディオン、広島本店のサテライト店舗がある。1994年、平成6年の新館完成に合わせて、本館との連絡通路が設けられた。連絡通路は1階。 階段のみ3階、階段、車椅子、ベビーカー用、リフト、従業員が、操作6階、階段、エスカレーター、エレベーターに設けられている。当初計画では1階3階のみに連絡通路を設ける予定だった。連絡の際には、アクア、広島センター街を通過して行うことになる。6階連絡通路は開設当初は3階と同様な通路だったが、2004年、 平成16年の改修で、現在の姿に改修された。各フロアの詳細は公式サイト内、新館フロアガイドを参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。